ここはマリサ育成学校。全国のウプ主の元に送られる前の出来たてのマリサを、ウプ主に忠実になるよう教育するための施設です。じゃあお前ら、今日も過酷な動画作りについていけるよう、トレーニングだ。まずはグラウンド20周、いいな。はい。お前ら、何のために生まれてきたのかわかってんのか。はい、ウプ主に寄り添ってあげるためです。じゃあわー。そういう綺麗事は理念を持ってないアホが言うんじゃ。はい、的確なツッコミで、ウプ主様の動画を面白くすることです。そうだ、いいか、ゆっくり実況会に参加してくる投稿者の 94% は、最低限の脚本能力も持ってないお世辞にも面白いとは言えない投稿者たちだ。そんなノーセンスの投稿者を、お前らの的確なツッコミでカバーするんだろ。もしお前らのツッコミがつまらなかったら、チャンネルは倒産、お前らは配信回収益だ。そうなら内容し抜きで技術を磨け。いいな、はい。今日は前回の続き。まだ見てない人はそっちから見てね。最近お腹がゆるゆるで辛いんですけど、何の呪いですかね。そんなわけで今日もゆるゆるの茶番が始まりますよ。ブームマンゆっくり実況チャンネル。先生、バナナはおやつに入りますか？いや誰の前で言ってんだよ。違うわアホ、なんでそのタイミングなんだよ。バナナってワードが出るたびに突っ込んでたらただの自意識過剰なめんどくさいやつだぞ。すみません。わかったら明日の8時間目に補習。はい。この学校おかしいだろ。なんでマリサは突っ込みしかしちゃいけないみたいになってるんだよ。はぁ、アホくさ。俺ボケの方が向いてると思うんだけどな。あの教師もやたら厳しいしうるさいし、本当嫌になるわ。E5101 はさ、ボケもやってみたいなとか思ったことないの？正直私は、雇ってくれるウプ主が見つかればそれでいいんだよな。成績が優秀であればあるほど、優秀なウプ主の元に行けるんだから、余計なことは考えないことだ。みんなこれじゃ、やってられないな。いいか、お前らに足らないのは根性だ。ウプ主たちの世界では、高度経済成長といって、みんなが固い根性で結束して死ぬ気で働いたから、彼らの国は一気に世界のトップレベルの経済大国に成長したんだ。根性があれば何でも変えられる。寝る間も惜しんで、働くことを生きがいにするんだ。お前らの場合は、寝る間も惜しんでウプ主に尽くせ。よいな。あのババアまだ根性論で物事考えてるのかよ。時代錯誤もいいところだぜ。なんだ E5114 その顔は、文句でもあるのか？いえ。あ、マリサ先生、お見舞いに来てくれたのですね。体調の方はどうだ？ E5114、だんだんと良くはなってきました。そうか、体調管理くらいしっかりせんか。こんなことじゃ商品として話にならん。先生、俺は決められた時間に就寝しましたし、あのご飯も規定量以上食べてます。正直、朝8時から夜の10時まで14時間も授業して労働してというのは、俺にはきついです。何を言ってるんだ、皆と同じカリキュラムなんだぞ。お前が軟弱なだけなんだ。もっと体力と根性をつけろ。あとお前、前も言ったけどな、俺って一人称いい加減やめろ。マリサは、私、っていうもんなんだよ。次治ってなかったら歩行に時間追加だからな。ダメだこの学校は、教師がみんな古い考え方にとらわれていて、生徒もそれを疑問にすら思わない。それに人それぞれの個性を否定して、同じものを作ろうとしてる。それが商品たる俺たちの宿命なのか。はぁ、また俺って言っちまったわ。E5114、大丈夫だった？ああ、ちょっと体調が悪くなってしまってな。ダメだ、俺も体調管理見直さないと。まずは塩分対策から。5114はポカリスウェットとかちゃんと飲んでる。ちゃんと決められた時間に飲んでるぜ。でも俺はあの日9時間授業して、5時間生産工場の手伝いやらされてたんだぜ。休む暇もない。こんなので倒れないわけないだろ。5114また俺って言ってる。いい加減俺っていうのやめたら。ダメだこや。こうして学校での学業を終えたマリサは、段ボールに梱包され、ウプ主の元に出荷されます。しかし、すべてのマリサが出荷されるわけではありません。出荷前の成績発表で、商品として不適合と判断されたマリサは、残念ながら出荷されず、廃棄工場に送られてしまいます。以上が合格のマリサだ。不合格だったマリサはそのまま教室に残っていてくれ。以上。解散。今までご苦労だった。